えー、お疲れ様です。そっか塾のコブです。ご覧いただいているのは、まあ、お客様カードみたいな感じでね、まあ、スーパーとかショッピングセンターがお客様からの声を、まあ、こうやって募集して、それに対してちゃんと対応してますよっていう風なね、えー、営業精神の表れだと思いますけども、こんな投書が来ましたけども、皆さんどう思われます車の出入り口のガードマンさんが通る人、一人一人にお帰りなさいとか、ご苦労様とか、お気をつけようとか、 その時々、その人、それぞれの多少の違いにはありますが、声をかけています。非常に耳障りですのでやめてくださいということですよね。えー、この方はね、ガードマンさんが一人一人声をかけてるのをじーっと見ていて、それを耳障りだっていうふうに思ったんですかね。なんか、通り過ぎるぐらいでしたら、自分に一言こう、声をかけられてね、それで終わりだと思うんですけども、他の人に、 他の人が声をかけてるのをじーっと見ていて聞いていて耳障りっていうのはちょっとね言い過ぎないような気がしますけどもまあでもねこういったおかしい人もいるんですよねでもおかしい人もうんその人にとっては真っ当な意見だと思いますんでたまたまこの時ね機嫌が悪かったのか正義幹部ってこういうのをやったのかもしれませんけどもその後ねこの投書をもらったスーパーが何をしたかっていうと警備会社に連絡したそうなんですよでその後は警備会社に対応を任せるってことだと思いますけどもいやこの対応も おかしいと思いますよ。私はやっぱりね。あのというのがね。あの来店されるお客様に声をかけるってのは一つにあの防犯効果ってのがあるんですよ。あと活気ですよね。あと、私たちがお店に行った時って店員さんが無言で素通りってどう思います。ガードマンさんって言っても警備員っていう風に私たちを見るんじゃなくて、そのショッピングセンターやそのお店の一員として見ますよね。 いらっしゃいませぐらい言われて当たり前だと思って私たちは行きますからそこに声がかからないとそれはそれでクレームになるんですよというところでガードマンさんが無言ですっていう風なクレームが来たら一体どうするつもりだったんでしょうねでこういう風な投書が続きますえー、お客様の声にガードマンさんの声かけが耳障りで警備会社に伝えましたとのことですが声かけは良いことなので変える必要はありません 何でもお客様の声を取り入れるのではなく、企業としてきちんと良い悪いを精査した上で対応するべきです。今後の対応に期待しますということなんです。そうなんですよ。あの、お店っていうのはね、誰でもいらっしゃいじゃなくて、この人はうちのサービスを利用してほしくないなと思えば断ることができるんですよね。なんせ、神様ですから、お店っていうのは。私たち消費者っていうのは、商品やサービスを売ってくれる店舗とか、そういったサービスマンがいないと、飢え死んじゃうんですよ。 ですのでむしろね、お客様は神様ですっていう気持ちがあります。それはそれでいいことだと思いますけども、どっちかって言ったら、売ってくれるお店の方が神様なんですよね。どうしますこれから食料案になったら。お願いですからキャベツ1個でもいいからくださいっていう風に切り伏すんじゃないですか。災害時には私たちは営業してないスーパーの前にね、殺到してカップラーメンを奪い合うんじゃないですか。 うん、だからね、私たちはね、別に偉いわけでも何でもなくって、あの、店舗に許されてそこを利用させていただいてるんですよ。で、何でもかんでもね、あの店舗の方が素直に聞いてくれることを期待して、うん、なんかね、押し付けが欲しいことを言うもんじゃないなと思いますよね。そこで働いてる人は私たちと同じ人間ですからね。はい、次の投書です。いつも利用させていただいています。 過去整理の方も以前と違って丁寧なやり方となって、とても気持ちよくお買い物ができています。声かけ、私はとても嬉しい方なので、お店ならではの活気を感じられるのでよく思います。日本は挨拶文化なので、これからもよろしくお願いします。ということで、その通りですよね。挨拶に対してね。耳障りだとかね。鬱陶しいとかって思う。人はもはやね。挨拶の世界から出て行ってくれていいと思います。うん、やっぱりね。言霊ですからね。 素敵な言葉を投げ合っていきましょう。で、お疲れ様みたいなね、素敵な言葉を耳障りって感じる人は、もはやね、何を言っても通用しないと思いますんで、その人を、うん、異端視して排除するところは行き過ぎかもしれませんけども、一部そういう人がいることもね、うん、容認しないといけないかなってところなんですよ。ただし、店舗の営業の都合上、そういう方はうちのお店、ちょっと利用は芳しくないですねってことで、そういったブ無礼、イン吟ンブレな方でも大丈夫ですよって っていう風なレベルのお店にお願いしてはいかがかなと思います。もう一つ読んでみましょうか。車の出入り口のガードマンさんの声かけですが、私は印象をよく感じていましたので、一人のクレームで声かけがなくなってしまうのは悲しいです。いつも愛想よく案内してくださるので、感謝しております。ありがとうございます。ということで、皆さんどうですかねどっちの人と友達になりたいですかどっちの人が家族だったらいいですか一番最初の投資に戻りますけども、 声かけが耳障りですのでやめてくださいっていう人とあなたは家族になりたいですかあなたのお母さんがこんな人だったらどうしますね、あなたの奥さんや旦那さんがこんなこと言ったらどうしますあなたのお付き合いしてる恋人がこんなこと言ってたらどうします好きになりますかねっていうところを考えていけばいいんじゃないかなと思います。ただしね、この投資をした方の一行目を見てください。私この人にも救いがあると思うんですよ。それはですね、車の出入り口のガードマンさんが という感じでガードマンに3をつけててくださってるこころこれね私もね警備員言ってたあの手前ありがたいんですよねとってもおいガードマンっていう人もいればねガードマンさんみたいな感じで尊重してくださる方もいたりとかうんねありがたいなと思いますよこういうガードマンさんっていう優しさ、うん、それからねさっきはね嫌な意味で言いましたけども今回ねこの方の当初に至るに想像したんですけどもガードマンさんがどんな働きをしてるのかこうやってじーっとね 現場監督のように見守っってていてくださったんですねそれこそこの投資をした方がガードマンさんをジロジロ見ていたらそれも鬱陶しいのかもしれませんけども、うん、耳障りですのでやめてください耳を塞いでくださいとも言いたくなりますけどもね <laughs> まあこの方の独特の感覚なんですよ、うんま、こういうふうな声もあるってことを要は覚悟しながらお店っていうのを営業しないといけないですね、うん、いやでもね結局はねあの商売である以上 多数派の方を取らないといけないんですよね。で、幸いになるかな、日本っていうのは、多数の方、多数派の方は、ルールを守って、自分なりに相手に、無礼がないようにっていう風に、対応してくださる方ばかりなんで、成り立ってますよね。で、そういう中にね、たまにこういう人が混じってくるんですよ。うん、まあ、それはもう仕方がないことだと思うしかないのかなと、考えております。じゃあ、以上です。